イライラした時にすぐできる対策4つ。 ADHD などを背景にイライラしやすい場合がありますが、行動化してトラブルになることもあり注意が必要です。そんな時すぐできる主な対策は次の4つです。 1. その場を離れる。まずはイライラした場所や相手から離れることが対策です。可能なら静かな場所に行き刺激を減らして安定を図ります。ただし離れるのが困難な時は他の対策が必要です。 2. 深呼吸。呼吸を落ち着かせることから二次的に感情の鎮静化を図る方法です。どんな場面でも活用できますが、練習して勘をつかむことが必要です。 3.6秒待つ。特に衝動的なイライラは少し待つと次第に収まるため、それまで待つのも対策です。必要な時間は個人差などありますが6秒が目安です。 4.マインドフルネス。自分の状態を観察していく方法です。イライラしている自分の状態を観察しつつ状況も合わせて見ていき、無意識のイライラの表出や行動化を防ぎます。